お疲れ様です。アストロです。これで完成しました。完成しております。タイトルとは全く違ってですね、アクアテラ感全くなし、洞窟感も全くなしと、ベアタンクになってしまいました。とりあえず作業風景を撮影しましたので、そちらご覧ください。この動画を編集していて、もうデジャブ感がすごいと。前も見たって。しかも何回も。最初はケイサからソイルに変えて、でソイルからこのなんていうんですか、白い砂に変えて、でベアタンクにすると、まあこんな短期間でこんなに低床を入れ替えたのはですね、初めてですね。ただもうそうしたくなるぐらい苔がすごかったんです。3日ですね。3日経ったらまあ苔天国みたいに。匂いもちょっとそうなんですよね。まあ匂いが結構まあちょっとあったんですよね。半径30センチぐらいで。とまあこんな感じで、まあこの水槽はですね、日々の水替えで維持していこうかなと、まあ、そう思っております。外書きフィルターも外しました。なるべくシンプルに行こうかなと。でもしかしたらこのセンターにある流木と、アヌビアスなどとか、まあ、そういうレイアウト素材もですね、まあ、メンテナンスにちょっと邪魔だったら、これも変わるかもしれないですね。例えばちょっと今思っているのは、ガラスの容器にソイル入れて、アマゾンソードとか、そういうのもいいかなって。まあまあ、もう、提唱ないし、簡単に交換できるんで、もう僕はこういう、なんていうんですか、アベニパファとか、まあ、そういう魚を飼うときはもう、決して提唱は入れないと、今回のこの一連の何て言うんですか作業でもう心にそう決めました。ちょっと気になるのが下がギラギラしてるじゃないですか。ガラスで光がもろに反射するみたいな。それでなんか悪影響がなかったらいいんですけど、あったらちょっとまあそこにはですね、提唱の代わりに。なんかこうザラザラした黒いシートでも敷こうかなと思っております。まそんな感じで、とりあえず完成と。タイトルと全く違います。すいません。というわけで今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。